微分方程式の解き方について、前にアップした動画では、いろいろなミスがあったので、訂正しようと思っています。理学の博士の沢山です。前に作った動画では、左のような解き方を見せました。ここで、F は X の関数で、G は F の関数です。ラージ G は、3番目の積分によって得られる関数で、C は積分定数です。 最後の、G、のの G G 1は、ラージ逆関数です。この解き方は物理学の世界ではほぼ確実に微分方程式を解けるのですがこれはあくまでも解き方です数学的に厳密に微分方程式を解こうとすると解の一位性の話をしないとならないです微分方程式の一般解は1つしかなく一位的に決まるというものです この厳密な証明は東大出版の微分方程式のアペンディックスなどに載っています。つまりは一般解を見つけてしまえばいいわけです。一般解を見つけてしまえばそれ以外に解は他にないことが解の一位性から分かっています。左のような方法はあくまでも方法論です。ただこの方法論によって 微分方方程式の解が見つかればラッキーな方ですそれと左のような解き方が正しいとは完全に証明されていませんが物理数学の世界ではなぜか必ず正しい解が得られるようになっています。